北海道第4区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止に至るまで定数は5である。現在は、北海道第9区、北海道第10区の一部に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数73万3275人。投票率73.22%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数72万9773人。投票率80.17%第38回衆議院議員総選挙7月6日。 執行当日有権者数、74万7750人、投票率 79.、79.03%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、75万5472人、投票率 73.、73.58%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、 74万9799人、投票率 81.、81.38%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、74万6984人、投票率 81.、81.31%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、74万631人、 投票率は81.86%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数74万2368人。投票率79.00%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日。有権者数74万4742人。投票率 72.35%第31回衆議院議員。総選挙1月29日執行当日有権者数。71万1801人。投票率 77.。77.37%第30回衆議院議員。総選挙11月21日執行当日。有権者数。72万4093人。投票率。 70.00%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数。70万5623人。投票率。572.14%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数。66万3603人。投票率。 75、83%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、61万9554人。投票率 72.、72.38%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数、60万1081人。投票率 72.、72.91%第25回衆議院議員。 総選挙10月1日執行当日有権者数61万6451人投票率70.30%第24回衆議院議員総選挙1月23日執行当日有権者数50万7061人投票率67.33%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数 463,342人、投票率59.93%。ありがとうございます。